このゲートの進入の仕方なんて少し良くなってきたけどね、まだちょっとエッチングが長すぎるんだね。この辺間延びすぎたね、セットがペースチェンジ。もう少し振りたかったか。少しやっぱスピード落とした方が乾燥率上がるね。ヘアピンもうちょっとクイックに返さなきゃダメですね。
もっと早くキャッチして後半までっていう流れ、ヘアピンをもっとくっつかなきゃダメ。1個目のゲート体だけ入れてダメだな。もっとピッチ上げて、ピッチ上げて、このパート待ってダメだよ。あ、赤ちゃん当たれ、落とせ落とせ。もう少し短いエッジングで縦に移動してくる。ここ方向軸して、一番に行った女の子同い年だぞ。少しスタンスをもう少し狭くして1スキー外スキーに沿わした方が重心が返ってくるよね。ここ浅く入ってもう少し縦に行かなきゃダメだね。簡単なセットだ、巻く必要ない。スキーと重心が外へ出てくるんじゃなくて中に重心が入ってくる。切れとらんの。カービングさせなさい、カービング。少しねじる。ほら、モリルチさん、迎えに行っちゃダメだよ。もうまっすぐまっすぐ回しちゃダメだ。これもう縦に体入れてこなきゃダメだ。落とし込んでこなきゃダメ。足伸ばすんだった。いわゆる腰高くないけど、もっともっと腰高く。ほら落とせ、もっと振っちゃダメ、振っちゃ。ヤギってポンが遅すぎんだよ。
こいつはピカイチだね。To není, co byste nerozuměli.